今ですね、リブリアナ、リブリアナ、スロベニア州のリブリアナにいます。で、リブリアナね、今お城に今いるところなんですけど、お城の中に今敷地入ってます。で、ここは1144年ですから、まだ平安時代末期かな。いい国作ろう、鎌倉幕府、ね、鎌倉時代始まる前に。で、統計がその1144年。で、そこからいろんなね、領主によって、まあ、領主がどんどん変わったんですけどね。一時は中世の時代にはね、ハプスブルク家、オーストリアのウィーンに今日構えていたハプスブルク家を支配になりました。で、16世紀、日本でいう戦国時代の1500年の中に、大きな地震があって、この城がね、壊れてしまって一部を、ね、改築したんですけど、で、今の大体姿っていうのは、その16世紀の頃の改築された後のものらしいです。でも結構綺麗に残ってるもんですね、これね。で、今ここからこの塔に登るんですけど、塔は一応有料です。ここまでケーブルカーで、これ4ユーロですね。全部含めて塔とか博物館とか見るので含めて8ユーロなんですけどね。だんだんちょっと値上がりしてますね。地球のやり方見た時もうちょっと安かったんですけどね。